フェデックスセントジュード招待2日目16日 TPC サウスウィンド米国7243ヤードパー70松山秀樹がメダリストと自撮り写真米国男子ツアーのプレイオフシリーズ初戦は2日目のプレイが進行中日本勢でただ1人トップ70の戦いに挑んでいる松山秀樹は7バーディ1ボギーの64と伸ばし トータル11アンダーの暫定首位でホールアウトした。パリ五輪で銅メダルを獲得し、1週間空いてんでいる今大会。年間王者を決める3試合の第一戦は初日の65に続きこの日もスコアを大きく伸ばした。前週には窃盗事件に遭うアクシデントもありながら、会長に上位争いを演じており、3日目以降のチャージにも期待がかかる。 松山と同じく首位タイにデニー・マッカーシー、米国、サム・バーンズ、米国がトータル10アンダーで続く。パリキンメダリストのスコッティ・シェフラー、米国はトータル9アンダー。今季メジャー2勝のザンダー・シャウフェレ、米国がトータル6アンダーで残り1ホールとなっている。プレイオフシリーズは優勝2000プラチナなど順位ポイントが通常大会の4倍に設定され、 まず今大会終了時点のランク50位までの選手が次戦に出場。そこから最終戦ツアー選手権でさらに30名まで絞り込まれる。最終戦で一度ポイントがリセットされ、ポイントランク1位は10アンダー、2位は8アンダーからスタートするハンディキャップ方式が採用される。そして同大会を制した選手が年間王者に輝き、2500万ドル、 約36億6676万円のボーナスを手にする。